厚田大地は名古屋市の中心部にある大地。北西端に名古屋城、南西端に厚田神宮が所在する。大地表面を厚田面と称し、これは厚田層の大積面に相当する。また、大地の中央部の大曽根から鶴舞にかけては、その東西に比べて2から3メートルほど低くなっている。この部分は厚田大地の成立後、省内側。 内市や田川の侵食により形成された谷であり、大曽根層からなる、大曽根面で構成されている。厚田層は、主として、軽石を含む砂により形成され、大曽根層は、砂礫層である。厚田大地の範囲はお、およそ東西に、堀川から池下、今池付近まで、約5キロメートル、南北に、名古屋城から、厚田神宮約7キロメートル、大曽根から笠寺まで、 1> 約1 0トルに広がっている。西園は、堀川断層の断層崖に沿って開作された人工河川、堀川と並走し、北園は、名鉄瀬戸線清水駅、森下駅、名古屋ドーム付近にあり、中石定地との境界が、飛行後から1 0ルの崖や坂を作っている。名古屋城は、北西端の隅を利用して築城されている。大地面は形成された年代で、 厚田面と大曽根面に区分され、厚田面は大曽根面で東西に分断され、東はさらに山崎川で分断されているが、いずれも同期に形成された面である。厚田面を作る厚田層は主に砂質堆積物で、層圧240メートル。境異性の下層には、海産海類の化石を含む、三丈火山などの軽石を含む層も見られる。大曽根面は、 厚田面中央に 1.5km ほどの幅の浅い、くぼみとして南に伸び、その東西の境界は、東側は、畜産駅付近の JR 中央線沿い、西側は、白壁、東海テレビ放送本社松坂屋、本店、名古屋パルコ付近にあり、厚田面との境界に、飛行2から 3m の坂が見られる。南末端は、若宮台通付近で、 中積低地に沈み込むがさらに続いている。構成する大曽根層は主に砂礫体積物、総圧約5メートル。また、厚田大地の厚田面を呼び分けて、西側では名古屋大地、京儀の厚田大地、東側では五木曽大地、水穂大地、笠寺大地とする場合もある。この大地の様子を地上から観察するのに、格好の手段として、 中央本線が知られている。それは、鉄道は、高低差が著しく生じるのを嫌うために、森土や切り土により、同一レベルを保とうとするためである。具体的には、始発となる、名古屋駅から、金山駅は、標高5メートルから6メートル、畜産駅から、大曽根駅では、標高8メートルから10メートルを保つという。 金山駅は4メートルから5メートル程度の掘割りの中にあるが、駅を出るとすぐに中石面に出るために効果が続くことになる。しかし、千草駅では再び厚田大地に当たるため、掘割りの中を進み、大曽根駅では再び中石面を進行することになる。ありがとうございます。